かねのりぬえのなんでもしないでー心の準備をしないと。ゆかねのりぬえのなんでもフライデー、こんにちは。こんにちは。いや、梅雨明けたのかな、これ。多分明けたと思う。もうここ最近で一番暑いと思う。一番暑い、うん、梅雨明けたかどうかわかんない。ちょっと歩いただけで汗すごいって出てくるもんね、うん、ねえ、ね今日は私そ う, そうなんです。ごめんなさい。実は何こっちに回っていただいて、なんだこれ、どうぞ。誰ありがとうございます。16時に、はい、あ、めくれちゃった、はい、元か、はいはい、嘘でしょ、もう金曜日、嘘でしょ、もう金曜日っていう番組はアズリであるんで、はいはい、それ今日ゲスト出演するんで、あ、本当だ、ゲストラティーノ、そうなんですよ。じゃあ、はい、ジャックじゃん、今日ジャック、今日ジャックなんだ、ジャックなんだ、ジャックなんだよ、ジャックなんだよ、そう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 、これティーノ入ってきたら今5度上がったよ、5度上がった、宇治原公平、宇治原公平、イエーイ。ということで、その宣伝をね、はい、させていただきます。はい、すいません、皆さん。これ何？嘘でしょ、もう金曜日。これね、どんな感じ？劇団員さんが3人でやってて、はいはい、もう作り込みがすごいの、めちゃくちゃ面白いんですよ。まず名前もキャッチーでしょ、嘘でしょ、金曜日って。これが木曜日の放送だと思ってなかったんだけど。じゃあ、あっちでも言って、今日ジャックで、はいはい、あのゆかねえのりねえのなんでもフライデーで、はい、完成したよーって言って、もちろん、はい、はい、はい、うん、ありがたい限りですよ。皆さんもね、ぜひうちの番組に来て、全然番宣に来ていただいて、ありがとうございます。ということで、すいません、ありがとうございました。いや、しかも、面白いね。ずっと、ずっといそうになっちゃう。そう、ずっと多分いるなっていう雰囲気で、座ったからね。本当にジャックだよ。本当にジャックだ。内村やらないの、内村。内村これ。おかしい。はい、じゃあ今日ね。はい、今日ね4時から。そうです。そうでしょ。もう金曜日、ラキッドさんね、ゲストで出るんで、皆さん。ありがとうございます。引き続き見てください。皆さん。はい。ありがとうございました。これは正解でね。ああ、仕込みだ。めっちゃいい。仕込み言うな。こんな仕込みです。ありがとうございました。ありがとうございます。いやいやいや、すごいね。一気に5度上がった。上がった。すごいよね。すごい。あのパワー、ラティーノさん。すごいわ。すごい。ラティーノさんね、あの、うん、いつ会ってもあのテンション。ね、変わらないよね。そう、すごいですよね。本当に。あの、楽屋でもあのテンション。うん。ありがとうございますっていうところからもう。そうそうそう。この間ね、あの、疲労の方のイベントでね。そうですね。あの、お会いして。うん、うん。そう、たまたまお会いして一緒だったんで、あーってなって。うんうんうん。そう。ね、もう本当パワフルで元気で。元気をもらえるよね。うん、なんかこの前のあの私たちの前の番組にも今ちょっとでしたから、うん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 、本当に今日ジャック電波ジャック的な感じで、ね、もうラティーノデーみたいな、ね、だよね。で16時ですね。そう16時 ね, ね, ね、もう金曜日ね。嘘でしょ、もう金曜日。すごい、ちょっとなんか似てるよね。似てるよね。何でもフライデー、そうちょっと昭和感ある感じでね。そう、うん、いやー盛り上がった、面白かった。ちょっと暑いよ、一気に。いや本当に暑い。ちょっと冷めるまで、すいません、暑い。ちょっと冷めるまでバーってやってもらいたいよね。すいません、お願いします。人の熱ってあんなの、あんななんだね。熱気がすごいわ。熱気が、勢いと熱気に圧倒された。
内村航平って知らない。いやーとか言ってたけど、何が出てたからこうやったみたいな。ごめん、私ちょっと分かんない。体操選手よ。あ、そういう方？今？全然分かんなかった。いやいや、分かってたから。私分かってない。分かってないから。そうよ、体操選手よ。そういうことね。はい。あー、なるほど。あ、ごめんごめん、私だけ分かってなかったみたい。あー、面白い。はい、じゃあやっと涼しくなってね。涼しくなってきた。はい、涼しくなったというところで、そうなんですよ。空気のあれをいつも飲みましょう。えっとですね、このお部屋はトリエルフレッシュと言って、はい、あのオゾン、はい、あ、お疲れ様です。自由な番組、本当。トリエルフレッシュと言って、あのオゾンの、あのあれが出てるので、ウイルスがカットされます。はい、なので安心安全でマスクなしで、あのやっていきますね。はい、一応これも立ててあります。そうですね、いやいやいや、すごい、一気に一気な、なんかすごい、ああいうパワーすごいよね。どうやって出てくるんだろう。でも私も結構あんなパワー。のりちゃんもそうだよね。あんなパワーで。うん、わかる。そうなん、きっとみんなはもう分かってると思う。そう、なんか今日来たらこのスタッフ呼び出しボタンっていうのができてて、放送中にスタッフをこっち見てとかいないじゃんって言った時にやるらしい。ね。そう。な、今日なんかあの板伝のように。あの板伝じゃない、あのピンポンダッシュのように押してやろうかなと思いますよ、ね、分かった。見えないよみたいな。そうそうそう、ピンポンダッシュなみに、まただよっていう。そうだよね。そう、不意をついた瞬間に、え、久しぶりに。そう、彼もいるし。そう、原くん ね。そうなんですよ。今日来た時から楽しいね。うん、楽しい。ね、あの社長がね、この前誕生日だったんで、そうですね、あのゆかねのお祝いもしてもらったんで、はい、さっき切ってすぐにお祝いをしたんですよ、社長の。はい、そう、お花を渡して、あとで、あの私たちのね、はい、インスタの方に、あの載せるんで、はい、そう、あ、今日書いてないね。忘れちゃったね。忘れちゃった。なのでゆかねとのりねのインスタを見てもらえれば、はい、あの社長が、あ、アズリの社長映えるんだっていう。そうそうそう。今日ね、お花と社長が映えてた。そう、うん、色がね、偶然にもマッチングして、うんうん、めちゃくちゃ映えてて、うん、もう社長がひまわり見たくなってた。あ、ほんとそう。そうか、みんなだから今日そういう人たちが多いから、余計テンション上がってるんだね。そうそうそう、テンション上がってるし、暑い。暑い。なんかいつもと違うなと思ったんだけど。そうそうそう、あ、そういうことか。今日のっけからそういう感じ。そうだよね。楽しい楽しい。ちょっとクールダウンで。そうだね。あの実は、この前、はい、先週ですね、あの山口県に私行ってきて、はい、あの2人がいつも言ってる、あのミセスオブザイヤー2021、の神奈川大会と山口大会っていうことで、はい、あの山口県の大会の懇親会ですね、はい、キックオフイベント、っていうのをやってきて、はい、あのちょっとね、皆さんにあの見てもらいたいなっていうのがあるの で、 そうです、ね、あの VTR を流してもらおうかな。はい、ミセスオブザイヤー2021 9。あ、これやっぱ声があれだね。そうだね、マイクないからさ。ああ、そう、あ、聞こえた。山口県で初めてのミセスを開催したんですよね。山口県で初めてのミセスを開催したんですよね。ここにいるファイナリストの方、講師の方、実行委員の方、協賛の方。これが、あの下関のイタリアンレストラン、老舗のイタリアンで、アルベリってお店なんだけど、すっごい美味しい。もうね、本当に美味しくて、あのもうここにいても予約が本当に下関でも取れないんだけど、美味しすぎてびっくりする。で、お安い。びっくりする。本当にすごいディナーじゃない、ランチなのに、3000円とか4000円、5000円ぐらいの。へぇ、まあ、3から5000円ぐらいのディナーで、ディナーとかランチで。ウォーキング。で、今これウォーキングの、あの講師の先生ですね。あ、はい。でみんな、プロのウォーキング見るの初めてだったから、この横にね、エントリー者の方たちが、エントリーのファイナリストの方たちがいるんだけど、このね、平内アン先生、はい、アン先生のこういうの見るの初めてで、でこれは、実行委員長ですね、うちの。
これでね結構和んで、そうだね、すごい楽しそう。そうなんです。で今日これも7月10日だから納豆の日ですとか言って、あこれでもまたみんなちょっと笑って、まあ、みんな緊張してたので、そうだね、良くなっていく。でまして現状の自分ではなく、そうもっと高い国、まあ、講師の先生とファイナリストの人たちと、うん、そこをもっと皆さん想像して、今からビューティーキャンプ、まあ、これも締めの方がします。すごいね、初めてみんなあったんですよ、この時に。そう、でバッキーがすごい仲良い、本当にこれからもう楽しかった。そう、2021山口大会プッチビジンジャーラモン、ありがとうございます。いいね。あのポスターをね、うん、ジンジャロっていうポスターを作っていろいろ山口県に話していただいて、はい、あのこのブチ、もっとすごいっていう意味 で、うん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 、でブチビジンジャロって言って一本締めしようって言って、うんうんうん、アドバイスだったんですけど、うん、すごい良かったです。いい、うん、まあ、これはこのブチビジンジャロは、うん、あの本番の時も、うん、あの気合い入れてやろうと思って、あと本番の大会の時の始める時と終わりの時と、あこれはなんかいいなっていう風に思いました。そうわけあらないで本当に良かった、いいよね、初めて本当みんな会って、あのプロのウォーキング見た時もみんなため息で、あ素敵っていう。であの後に一人一人歩いてるんですよ。すごい、一人一人もうど素人さんたちがまだ練習する前なので、歩いて、もうみんなの前で自己紹介するっていうのをやったんですよ、全員。もう緊張みんなしながら、そうだよね、そう、見よう見まねで、レッスンまだしてないから、見よう見まねでこうやったんですけど、すごいみんなね良かった。でもあれがあのああいう感じがどう変わっていくかっていう、ね、伸びしろいっぱいね、楽しみ。そう、それがね、あの本当にみんなもう見てもらいたいなっていうだよねところですよ。感動する、多分あのね決勝戦とかだとすごいみんな努力した後のあれだから変わるしね、そう、私も多分大会は泣くと思うと思うから。そうだよね、そうなんですよ。だからあのまだね、山口県も、あのエントリー者募集していて、あの本当でみんなスタートラインが一緒なので、ね、あのまだまだこう全然こうふんとこんなかっこよくできないよっていうのも、これからこういろんなビューティーキャンプとかねやってこうみんなこう上がっていくので、そうもうエントリー者募集してます、ね、ぜひぜひ、もう誰もがみんなチャンスはあるんでね、そこで見つけるか見つけないかと、そう応募するかしないか、変われる自分は行動しないと、あの伴わないのね、そうだからまずは第一歩勇気をね、あのもうエントリーをピッてしてもらって、ピッて、そうなの、本当にいっぱいの、でもそれがピッてやった瞬間の勇気がまたこうつながってね、そういくから、そうなんですよ。ただそうしないと、行動をしないと、もう全然変われるチャレンジも何もできないから、みんなもう行動してください。はい。そうなんですよ。いいことあるよ。そう。本当にいいことあると思う。本当に。そうなんですよ。あのビューティーキャンプだけでも、すごい有名なね、都内からも講師の先生が来たりとか、あと山口県内の、あのすごい素晴らしい先生たち、プロの先生たちの講座が、あの13講座聞けるのね。すごいね。へえ。そうだから、それだけでも本当にすごい。すごいよね。なんかみんなどうしていいか分かんない子たちもね、 そこに行けばいろんな分野のスペシャリスト の、あの専門の話を、勉強としてね、スクールみたいに聞けるから、すっごいと思うそれってね、本当にいいな、私も行きたい。そうなんですよ、講座だけでもやりたいっていう人も OK なんです、うち、お友達参加が OK で、あこのミセスオブザイヤーとかファイナリストとかもうわー無理無理とかなっても、あの講座、あこの先生とこの先生のこれ聞きたいっていうのは OK なんですよ、そうなので、あのこちらにね連絡をいただければ、ノリネーに連絡いただければいいし、あの山口県の方とかね、ファイナリストの友達とかに言っていただけたらいいなと思います。楽しみだね。いいな、なんかこう輝いていくのって見てると楽しいよね、応援したくなるし。そうだ、もう今ミセスオブザイヤーが香川大会、高知、そうだね、この間高知終わったんですね、
あの高知の大会がすごいテレビにね、うん、取り上げられていて、うんうんうん、あの私ちょっとうるうるしたね、うるうる、あの動画見てテレビのやつ見てうるうるしたのと、うん、あと成人式でね、うん、あの成人式が今年できなかった方たちもコラボで、はい、あのステージに立ってっていうのをやっていて、うん、それですごいうちいいなと思って、うんうんうん、それでうちちょっとこれから言ってみて、うん、あの下関市に、はいはい、あの下関市もなかったんですよ、うん、今年成人式がね、うん、そうだから、うん、そのねコラボイベントみたくできたらちょっと嬉しいなと思って、うん、あ高知素晴らしいと思って、うん、そううちもやらせていただけたらなって今ちょっと思ってる感じかな、うんうん、やっぱ大きいステージとかで、うん、下関の市民会館でやるので、はい、すごい大きいんですよ、うんうんうん、素敵なステージを今も用意するんで、うんうんうん、あの作り込んだステージにするので、そこで、ね、お着物ね着物とか成人した子たちも披露できたら、うん、うちもいいなってあの高知は素晴らしいと思った。うん、そうだよね、せっかくの成人式を着物着れなかったりしたらね、そうそうそう、それをまた見せれなくてっていう写真しか撮れなくて、うんうん、うちちょっと実行委員であれば話し合って、うん、あとその地域の人と市と話してみようかなって今思ってるところです、はい、いいの、うん、いいです、そうなんです、いいです、そうだからなんかね、うん、この美魔女だけのこういう大会っていうよりも、うん、本当地域活性とか社会貢献的な、うん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 、なんかその地区とか市とか県が盛り上がればいいなっていうので動いてるって感じ、うん、いや本当そうだよね、そうそうそう、私もそう思う、うん、なんか本当になんか美魔女みたいな、うん、美容家とか、うん、そういう感じではない、山口はね、まあそういう風になってく素敵な人にもね、うん、もちろんならせるんだけども、うんうんうん、そうだけどそれだけじゃないかなっていう、そうだね、うん、なんかこうライバルではなくてこうみんなでこう、そう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 、ね、いろんなことをやっていこうみたいな部分でもあるのかななんて思ってます、そう、それって楽しいのがいいよね、いいね、だからなんか私もミセスオブザイヤーを やろうと思ったから、うん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 、うん、確かになんかツンケンした感じ嫌だからさ、嫌だよね、うんうん、そうそうそう、なんかかっこいい普通の人たちがかっこいい女性になるっていうのがね、あのね、うん、本当に余裕があってかっこいい人っていうのはツンケンしないから、いやー本当そうなの、しない、うん、そうなんですよ、うん、私を見て余裕そういうこと、そういうこと、そういうことなのよ、こうやって言ってみた、ね、え、そうじゃなくて私いつもギリギリできてるからそんなんじゃないんだけども、そうだからそんなギスギスした女性の戦いでなんかちょっと怖い世界でしょってみんな思わず、そう、本当にそういうんではなくて、うん、誰もがこう、うん、かっこよくね発信しようっていう大会なので、うんうん、見た目だけの問題じゃない、そう、そうなんです、笑顔で入れれば最高、そうだから皆さん、ね、いろんな方々も、うん、ジェンダーレスの、ね、うん、方もね、そうね、トランスジェンダーだったりね、うんうんうん、LGBTQ の方もね、うん、エントリーできるので、うん、ぜひぜひミセスオブザイヤー2021、はい、神奈川と山口、はい、うん、エントリーしてみてください、まだ募集してますんで、うちねここが10月だから遅いんですよ、そう、もう今大会が始まってるけど、うんうん、山口と横浜神奈川が10月なんで、うん、はい、そうまだね間に合うんで、うん、はい、うん、いっぱい待ってます、そうなんです、私に会いに来てください、違うか会いに来てください、会いに来てください、ゆかねえも神奈川の講師で、はい、なんだっけ、サルストって言って、うん、サルサの、はい、サルスト、サルスト、はい、ちょっと説明してください、はい、サルストは基本のサルサのベーシックスタイルでを皆さんと笑顔で楽しい時間を過ごせればなって思ってレッスンをします、うん、いいベーシックスタイルで、はい、やりますんで、楽しみ、私も対面がいい、まあ、対面希望だったからさ、もともと一緒においで、そう、いやでも見に参加したいの、参加したでもね参加もねできるんですよ、本当、うん、いつって言ったっけ、一般の私ですね、うん、私は8月言っていいのかな、わかんない、まあ、いっかじゃん、うん、そうね、まだ決まってない、う、ね、うん、もうちょっとしてそう、ね、私9月4日にズームなんだけども、そう、のりちゃんもね、神奈川大会 の、うん、講師でもあるので、小顔の講師なんだけども、うん、セルフ小顔ケアなんだけども、うんうんうん、ズームなの、そう、まあいいんだ、頑張るよ
私ズーム参加しようかな。そうあのね、うん、そう私のその山口のビューティーキャンプと結構被っちゃってたから、うん、日にちがね。そうなんですよ、うん、だからズームで頑張るしかない、うん、頑張ろう。そうなんです、ね、私も頑張ります。サルストめっちゃいい、楽しそう。本当、うん、もうねそれしかないな私。サルストそれしかなくて、なんか楽しく行きたいじゃんね。ステージもみんな緊張しちゃうからさ、うん、そう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 、あのラテンの音楽で楽しく行きたいなって思ってます、うん、ラテンでラティーノ系で来れば平気だよ。あ、そうだ、だからラティーノさんにも来てもらうかじゃん。ね、ノリノリで、ノリノリで熱くなっちゃいそうだけど、もう5度は上がる。あ、そうね、うん、5度上がる覚悟でクーラー調整をしとくっていう。そうだね、そうそうそう、うん、でもサルサやるとね本当に痩せるの。いや分かりますよ、ウエストクイックやるし、そう楽しいんだよ、うん、ぜひ。サルサとか本当楽しい。ああいうなんかダンスでダイエットとか体鍛えるのいいよね。いいいい、エアロビクスだけどちょっと早すぎるからさ、ね、いいかなーなんて思ってます。すごい見てみたい、はい、サルサとストレッチを合わせた、はい、合わせてます、はい、新しい新しいパターンで考えました。すごい。ゆかね、最近何してるんですか。最近ね、うん、忙しいんだよ。おお、すごい。いいですね。うん、忙しい。忙しいんだよね。忙しいな。何してるんですか。私喋ってくださいよ。番組だから。私言ってるんですよ。あ、そうか。そう。いやいや、今ね、あの耳つぼの私講師を今始めて、はいはい、うん、これなんですけど、うんうん、そう今その講師の方が忙しくて活動しているのと、うんうん、あとまあミセスオブザイヤーの方と活動していて、はいはい、であとあのうちのアイリストさんがスタッフ入れ替えの時期で、あのいろいろ育成をしているっていう、毎日そんな毎日です。あ、じゃあ忙しいんですね。うん、え、耳つぼの先生って次出るんだっけ。あ、そう、来週ゲストさんで来るんですけど、突然占ってもいいですか、うん、に出てる、うん、あの後藤さん、ここにもこの間出たんですよね、ラティーノさんの番組で出たんですけど。あ、ラティーノさんの番組に出たんだ。そう、あ、そっかそっか、そう、あのブライダル耳つぼ協会の、うん、会長さんで、うんうん、後藤めぐみさんって人が来週、うん、ゲストでね、ゲストでいらっしゃるんで、ゆかねえが撮ったやつ、そうこれですね、うん、これすごいんですよ。いや、わかりますよ、ね、耳つぼやっぱずっと昔からあるからね。のんちゃん、そうだよね、そうそうそう、いいと思います、うんうん、もうなんか体をずっと触って20年やってきてるから、うんうんうん、それでもうやる方って結構汗だらだらになっちゃうじゃない、うんうん、だけど耳つぼをやると、うん、なんで体楽になるな、なんだっていうのをね、うん、知ってね、びっくりしてね、それで、はい、あの一応そっちもボディの方もやってるんだけど、プラスアルファ、はい、はい、耳つぼは張ってれば張ってる時に効くんですか、取れちゃったら効かないの。そうですね、うんうん、あのストレッチとかをするリフレをするんですけど、うんうん、その後にそれが持続するためにシールを貼るんですけど、うん、まあ取れちゃったら、うーん、ちょっと悪かったりすると戻ったりする可能性もあります、うんうん、なんでちょっと定期的に2週間に、そう、2週間に1回とかに、あのサロン、うちのサロンでも一応あの受けられるんで、うんうん、はい、あの2週間に1回来てくださいっていうふうには言ってます。可愛いよね、意外と。そう、全然こう、あの分からない、うん、うん、ね、かわいい。そう、見えるかな。そう、ブルーのね。そう、今日はブルーに一色にしました、うん、え、そっち見たい。こっち見たい。あ、はいはい、うん、いい。そう、リフトアップするためにね、うん、今日ちょっとやってるんです、いい。上がってるかな。なんかダイエットのツボがいい。うん、ダイエットの、ね、あるよ、ダイエットのツボ。そう、今日は張ってません、ダイエットは、うん、そうなんです。そう、ゆかねえがだから耳つぼの講師を取ったので、はい、今やっていて、そう、またそれもね、うん、インスタとかフェイスブックを見てもらったら、ね、はい、出てると思います。はい、はい、のりちゃんは今、私は、うん、ぼーっとしてるかな。そんなことないでしょ。めっちゃ忙しいじゃんよ。あの、夏子なので、うん、あの、まあ、のり子だけど、うん、あ、そうだよね、そう、夏が大好きなんですよ、うん、私、うん、で来週は、うん、あの今年ね、またね、うん、海の家復活なんですよ、うん、そう、湘南が、うん、なので、そうだよね、あの、湘南の子なので、うんうんうん、あの江ノ島から、はい、逗子まで、うん、で鎌倉のね、由比ヶ浜がちょっとやお休みでやらないんですけど、ね、うんうんうん、あの他はやってるので、はい、またみんなね、うん、あの青空の下、あの遊びに来て、
やったりね、遊びに来てくれたらなと思います、うん、で来週の7月29日は、うん、あのサップヨガ、はい、うん、逗子海岸で朝9時ぐらいからも私いるので、ね、あの10時からサップ、サップをやりながらあのその上でヨガをする、ヨガをっていうサップヨガ、ね、あとはマインドフルネスの、うん、あの講師の子が来るので、うん、ちょっとマインドフルネスもあのそのビーチで、うん、できたらなって、今できたらなと思ってて、そう、そのマインドフルネスの、うん、あの健太くんも、うん、あの今回サップをやるのでみんなで、うん、だからちょっと遊びサップやろうみたいな感じで、うんうんうん、そう4人 4,5 人ぐらいかなで、みんなでやろうぜみたいな、いいのでサップやってヨガやって、うん、もう朝一から、うん、でマインドフルネスビーチで瞑想して、うん、あの研ぎ澄ませ、うん、そう研ぎ澄ませ、そう研ぎ澄ませ、でもその後ね、あの、うん、またこの町に戻ってきて、うん、あのスクールみたいなのがあるんです。だからハードなんだけど、はい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 、それでもほら朝から、うん、何年ぶりにそのビーチにね、湘南のビーチに行くから、それはすごい楽しみで今。いいな、うん、サップやるのも2年ぶりだし、うんうん、そうなんで、誰でも参加できるの？誰でも参加できます。今まだ募集したあの男女ね、男の人今2人ぐらい参加で、女の人2人かな、うんうん、私もだけど、うん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 、でサップヨガの講師の先生は、うん、都内で有名なトモミって、うん、あのヨガのインストラクターで、うん、あれですね、某芸能人、うん、某芸能人、うん、某超有名芸能人のお抱えヨガのインストラクターです、うん、有名な先生なのね。そうなんですよ、すごい綺麗で可愛いね、うん、子なんだけども、うん、本当都内では引っ張りだこの、うん、先生なんですね。でその子がサップヨガもやってるので、はい、ビーチでやってくれるんです。いいね、いつでもね、うん、その子は頼めるので、あ、そうなんだ、いつも夏はもうずっといるんですよ。そう、ぜひぜひ。なのでサップね、うん、そのサップやりながら、サップだけでもいいし、うん、サップやりながらヨガをやるっていうのも、うん、いろいろねイベント企画、夏はもう私とにかくイベントいろいろやるので、そうだよね、そう、インスタを見てもらえれば、うん、いろいろ載ってるので、はい、フェイスブックでも、はい、うん、それみんな来てください、来てください、うん、私も行ける時は行く。そうだから8月に、うん、結構今回平日にしちゃったから、うんうんうん、ちょっと日曜祝日とか、はいはい、そういう時に1個、うん、8月どっか1個やろうかなって、またバーベキューやってとか、うんうん、やりたい。そうなんですよ、うん、2年前ねやったらすごい楽しかったから、楽しかった、ぜひぜひ。そうだからまたちょっと8月に1回イベントできたらなっていう、うん、考えてるんで、それもインスタで配信していくので、はい、うん、まずは7月の29、うん、はい、そうです、サップヨガ、会いに来てくれるだけでもいいよ、10時に逗子海岸いるんで、10時に逗子海岸はい、逗子が回らない、そうなんですよ、はい、もうね、私混むのが嫌だから、うんうんうん、平日がいいの、もうとにかく湘南混むから、はい、特に今年は混むだろうね、混むのも、ね、だから、うん、平日希望なんですよ。まあね、社長の特権なんで、うん、確かに確かに、そう、平日がいい、はい、そうじゃあ7月の29、うん、そうです、待ってます。ちょっとね、私物申し込まないっていい？いいよ、そろそろ行こうかね。そう、いいですか、もうね、喋りたいことがあって、喋って喋って、そうのりねえの物申しコーナー、マジで言わせて、でてん。はい、始まりましたね、物申し込み。何言う？ね、聞きたい、全然全然、わーって文句とかじゃないのね。じゃないんだけど、うんうん、ね、うん、みんなさ、うん、ポイントカードのポイントとかさ、うん、そういうのどうしてる？なんつうの？そのカードのポイントとか、うんうん、なんかこう、貯まると何かがかもらえるとか、で、今回ね、うん、家族旅行で、うん、そのポイントギフトみたいなやつで、はいはい、旅行に行くの、いいの、旅行っていうかホテルが1泊無料券が2枚来たかな、うん、同じホテルにして取ったんだけど、うん、でヒルトンだったのね、うん、でそしたらね、うん、ヒルトン会員だと、はい、さらに何かがなるの、アップグレードとかね、そうそうそう、うんうん、なんだけど、うんうん、すっ
ごい10年ぐらい前にヒルトン会員だった気がするけど、うん、もうずっとそんなの何もしてないの、うん、カードもないし、うん、で、一応名前と、うん、まあ、電話番号とか住所とか言ったら、うん、いやゴールド会員ですよみたいな感じ で、うん、で今もって言ったら今もですって言われて、うん、アップグレードになったわけ、うん、すごい。で、うん、朝食もついてるのね、うん、いいじゃん。そうで、うん、10年知らなかったの、うん、私それがあるの。そう忘れてたのね。忘れてたっていうかもうダメだろうと思ってたわけよ向こうで、うんうんうん、でなんかそれを思ったら、うん、そういうのがいっぱいあるんじゃないかって気がしてきて、うん、なんか損してるみたいな、はいはいはい、使い方が分かんないから、うん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 、でもうさ10年前は多分ヒルトンオーナーズカードとか多分あったっぽいんだけど、うん、もう紛失してないんだけど、うん、10年経ってるから、うん、今アプリなんだって。あのカードとか送ってくれますかって言ったら、うんうんうん、いやもう今アプリなんですみたいな、うん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 、だからそのアプリの画面を見せるだけなんですよって言ったんだけど、うん、でそのじゃあアプリを送ってくださいっていう風に、ま、送りますっていうのになったんだけど、うんうんうん、それすらも知らなかったわけだからもう向こうでさ使えないと思ってたから、うん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 、だけどその10年だからこの10年間の間にヒルトンでご飯食べたりさ、うん、なんか泊まったりってあったわけ、うん、でもほら自分は別に会員じゃないと思ってるから特典とか何も使ってなかったこの10年、うんうん、だからさもったいない、そうもったいないだから、うん、そういうのがもっとあるんじゃないかと思ってなんかね、うんうん、インスタでも募集しようと思ったんだけど、うん、こういうポイントとか、はあ、例えばちょっとハイレベルなホテルの使用方法みたいな、うん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 、アメックス持ってるとこういうとか、はい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 、マスター持ってるマスターのあれなんだっけなんだっけダイナーズとかさ、はい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 、持ってるとこうだよとか、うんうんうん、そういう詳しい人を呼びたい。なんか 俺とか私そういう詳しいのめっちゃ得意だよみたいな、うん、なんかどのカードのポイントとかも、うん、あと例えばそのハイレベルなホテルの使用法みたいなの、うんうんうん、こういうカードこのカードあるならこれもあれも使えるんだよとか、うんうんうん、いうのをすごい知ってる人っているじゃん。いる。そういう人を見てたらあのゲストで出てお話をしてもらいたいんだよね。そう、うん、アメックスのことだったら詳しい人いるんだけどな。本当、うん、だからなんかさそうアメックスだったら分かるとか、うん、これだったら分かるっているじゃん、うん、いる。あの全部知ってる人。あの俺実際これとこれ使ってるようでもいいし、うんうんうん、なんかいろんなの来るんだけど、うん、どうやって使うかも分かんない。確かに、うん、あ前もあったよねあのデルタ空港のマイレージもそうそうそうあれ永久だよね。そう永久なのに、うん、床でと20年ぶりに私ハワイ行ったらデルタの会員だったわけ。そうだよね。でずっとマイレージが残ってて、うんうん、で私それも知らなかったんだよね、うん、そうだよね。ですごいさあの結まあバツイチなんですけど、うん、結婚してた時の名前でさ、うんうん、なってたからね。そうそうそうなってたから、うん、えもしかしてこの名前って言ったらそうだったんだよね。あ、ありましたとか言われてね。そう、あれだって本当に確かに18年とか20年近いんだよ、うんうんうん、そうだよね。そしたらまだありますって言われて、うんうんうん、あすごいと思って、うんうん、もったいないよね。もったいない。その前まで知らなかったからね、うん、あるとは思ってないもんね。そうそうそう思ってない。名前も変わっちゃったそのね、うん、あの結婚してた時の名字で作ったやつだったから、うんうんうん、もうそれもダメだと思ってたし、うんうん、でゆか姉が「え聞いてみなよ」って言って「うん、つけれんならつけた方がいいから」って言って、うん、いや無理だよって言ってねあったんだよね。そしたらまさかのあって、うん、ああと思ってすごいよね。何十年使わないでいたねえ、うん、だからなんかそういう人多分いっぱいいると思うんだよね。確かに作ったけどっていうのあるよね。私あの奥間奥間分かんない。奥間ビーチ沖縄にあるんだけど分かんない。あのね、うん、ね何系列か忘れてたけど、うんうんうん、そこもなんかカードがあるんだよ、うんうん、それどうなんだろう知ってる人教えてください、うん、奥間ビーチ。そう奥間ビーチ、ホテルはその奥間ビーチっていう奥間っていうホテルなんだけど、それのなんか会員証みたいなのがあって、うんうんうん、それもなんかいいらしいんだよね。そうだから私本当に多分ね、うん、何の特典も使ってない。どうしていいかが分かんないんだもん。あの本当に分かんないから。東急とかもあるよね。東急ホテル、東武ホテル、東急ホテル、なんかそれもあるし、うんうん、いっぱいあるから本当知ってる人いそうで、さら、ね、にそのアメックスのハイレベルみたいなやつの、うん、なんか
あのなんとかコンボイカードとか なんかすごいのがあるんだけど、うん、それも届いてるの、うん、だけど全く使い方が分かんない。その多分ランチとか、うん、ホテルランチ行くじゃん、うん、行ったりするじゃん、うん、とか、うん、あのラウンジ行こうよとかさ、うん、あのなんかちょっとね女子だけであのホテルのランチとかあるじゃん、うんうんうん、多分見せたらなんかあるんだと思うの、うん、ドリンク一杯とか、うん、分かんないけど、うんうん、そういうのも分かんない。だそれはさ、すごい上手に使ってる人いるじゃん。いる。でしょ？多いよね。あのラウンジとかもそうだし、うん、普通の、 あのスーペリアみたいなさ、普通のレベルで予約して、うんうん、それを見せるから、ちょっとハイレベルなグレードアップの部屋にね、してもらったとか、うんうん、あと、チェックアウトが11時だけど、うん、1時、2時まで入れるとか、そう、そういうのを知りたい。わかる。うん、そしてそれをどのタイミングでどこに見せるのかっていう、そうこのカードあるけどこれどうやって使うの、そうそうっていうのね。例えば、うん、じゃらんとかね、うん、ああいうところから予約したらそれは使えないよとか、なんかそういうのも知りたい。わかる。そうだけどそれとは別にこのカード持ってるから提示すれば平気なんだよとか、うん、なんかさわかんないの。つくづく私は損してると思ったの、うん、いや絶対そう。そのヒルトンオーナーズだったっていうことを知って、うん、うん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 、うん、本当にあののりちゃんが持ってるなんとかカードっていうやつもうすっごい使えるらしいよ今。知ってるよ。だからそれの使い方がわかんないの。なんとかカードの。そうだからね、 CA さんとかがだからやっぱわかんのかな。いやでもコンシェルジュに聞けばいいの、電話して。コンシェルジュかっていうのだよね。コンシェルジュ合ってる合ってる。24時間コンシェルジュつながる。そうそうそう、だからあのそう彼女、まあ、あのコンシェルジュは何でも教えてくれる、うん、だよね。そう長いんだもん。わかる。そう、繋がんない時は繋がんないしね。すごい繋がるよ。あ、そうなんだ。繋がらない時ないの、あのコンシェルジュは。すぐに繋がる。お店も予約してくれるからいいよね。だからそれも、うん、あの使ったことがない。使った方がいいよ。うん、私この間使った。本当初めてどこどこ予約してみたいな。そうそうそう、プレゼントとかも用意しといてくれる。そうらしいよ。花とか買っといてくれるってやつだよ。うん、すごいね、うん。すごい時代よ。いやーすごい。だからそれをだから使いこなしてない。もったいないあれ持ってんのに。そう。私持ってないよ。使いこなしてない。だからそういうのを知りたい。確かに。だってさ、コンシェルジュに電話してどうやって使うんですかって。うん、その聞く内容が分かんないよね。そう。ね。うん。どこまで使えるんだろう。うん。例えばこういうのでこういうのなんだけど、うん、どうしたらいいですかっていう質問もあるけど、うんうん、その質問の内容がわからないよね。質問の内容がわかんない。えだからさ、床ねえがわかんない。質問の内容、何を聞いていいのかがわからない。いやわかるよ。かあ、だからほらその今言ったじゃん、 今こんだけ喋った内容聞きたいんだよ私は。だってじゃ あの解決できるよ。コンシェルジュね。そう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 。あだけどさ、そのコンシェルジュも、うん、あそこは、うん、その予約するホテルに連絡してくださいとかさ、うん、そういう感じなんだ。あ大丈夫、言わない。コンシェルジュ、うん、私が電話して確認しますっていう。あでまた調べて折り返し電話しますって。そうか、そう手伝ってくれるから、うん、便利だよね。そう、ね、うん、あのね、うん、コンシェルジュは早く喋ってねって言うと早く喋るよ。あの丁寧、はい、ね、あ私はい、のり姉様、何々々でこうでこうでございますね、なんとかですねみたいな、うん、本日はどのようなご用件で何々が受けてまいりますっていうのを、あそこを言わないでめっちゃ早く喋ってくれますかって言うと早く喋ってくれる。へえ、丁寧を省いてくれる。へえ、本当にもう聞きたいことだけそれ書いてくんだ。そう、もう本当に今急いでるので、うん、あのすぐに返事くださいとか、うん、あの丁寧にしなくていいよみたいな風に言うと、うん、ちょ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 みたいな、完結完結完結みたいな。え、それいいね。いい、できる女。できあのね、できる人じゃない。それ言うとみんなちゃんとできる。へえ。あの基本多分マニュアルで、うん、何々って喋んなきゃいけないんだけど、そう。アナウンサーっぽくね。そうだけど、ちゃんと普通に。うん、あ今日も良かったです、じゃあお気をつけて行ってきてくださいみたいな感じ。そう、早い早い早いね。じゃあ聞こ、そう、あなんかね、旅行とか、うん、マイルの移動とか、うんうんうん、あとはなんだろうな、うん、そういうのは聞いてるんだけど、うんうんうん、
ご飯は予約したことがない、うん、あとなんかそのどこまでのホテルが、うんうん、のどういうことをやってくれるのかっていうのも、うん、でもそれホテルでそれぞれ違うからな。違う。そうだから多分ホテルに聞いてくれてなっちゃう。うん、そうか。そう。あとなんかもっとそのカードで何かがあるんじゃないかと思って。そう。確かに。それが分からない。聞こ。そう、ね。他に何ができるんですかって。そうそうそう、ね。これは何ができるカードなんですかみたいな。聞いてみよう。なんかさアナのやつも、うん、よく、今1番グループの方先にお入りください、はい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 、2番グループの方とかやってるじゃん、うん、で、うん、お子様がいる方と、うん、ちょっと体にね不自由な方から先にって言って、うん、でその後が、うん、ゴールドステータス、うん、何々の方、うんうんうん、何々の方、うん、で、なんとかカードの方って、うん、言ってんのさ、うん、この後初めて知ったの。え、そう、私さいつも何番グループみたいなでさエコノミーの席でさ、うん、席もトイレに近いのがいいから、うん、割と一番後ろか前の方かみたいな感じなのね、うんうんうん、トイレ近く、はいはい、だから一番後ろでも楽でいいわけ、うんうんうん、自分はでそうなってくると、うん、そのなんとかグループだけ気にしてたから、うん、自分のグループばっか、うん、そのなんとかカードを私は持ってるんだけども、うん、最初の方に呼ばれてんの。何々カードをお持ちの方はお入りくださいって、うん、お年じゃんと思って、うんうんうん、そうだけど、うん、入ったことがない。先に入れんだよねあれね。入れる。知らなかった。知らないっていうか自分じゃないと思っちゃってたから、うん、そうだからなんと説明してほしいよね。そうそうなの、うん、説明してください。説明してほしいね。なんかあこのカード持ってる方はもう順番で先の方で入れますよとか、ぜひやってくださいねとか言ってもらいたい、うん、一応でも書いてあると思う。書いてあるの。あ、そうなの。そっか、そう初めて知ったの。本当言ってた。あ、うん、だけどあんまり私最初の方に乗んないもん。うん、そうだね。だギリギリでいいからみたいな。そうギリギリで乗ってたかな。そうだ、いろんなそのよくすごい詳しい人いるじゃん。いる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 。普通のスーパーのポイントでも、うん、なんかそれで暮らしてるような人いるじゃん、うん、超聞きたい。あのマニアみたいな人いたら懸賞品とかね、もらえるとかね。そうそうそう、マニアの人いたらちょっと、うん、私のことじゃんみたいなね、うん、いたら出たいですって言って教えてもらいたいから。確かに出てほしい。今度ツイッターかなんかで探す。本当だよね、うん、なんか多分インスタで言ったらそれで生活してる人がいる。いる、絶対いる。ポイント生活みたいな、うん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 、主婦の人とか意外とみんな知ってる、ね、なんかそういうのをすごい上手に使い方。うん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 、そうだ今回も、うん、だそのギフトが届いたから、うん、2泊分は無料なわけよ。いいね。1人1泊2人までだったかな、うん、子供も連れて3人ね。うちの母と、うんうん、そう、 うちのマミーと私と子供で行くから3人なんだけど、うん、1人分はエキストラベッド代だけど5000円でいいの。そうそうそう、だから5000円だよ一泊。かかってないわけだから。S ん S S カードの名前は S S じゃないんだ、うん、そうそう、へえ、うん、だからすごいいいなと思った。いいよね、うん、で2個のカードから届いたから、うん、同じホテルをわざわざ取って、うんうん、で両方無料なわけじゃん、うん、そうで1人分だけ追加、うん、追加だけどエキストラベッド代だから。いい。そうそうそう、こんな真夏のさ、うん、夏休みシーズンに5000円だから、うん、いいよね、めっちゃいい。もうもうもう、その後ロングでまた泊まっちゃうんだけど、そう、まあ、元を取れてないけどね、うんまあでもずっと旅行行ってないからね。そうそうそう、旅行海外行けてないから、うんうん、そう、もう8月は沖縄にちょっとロングで行く。いつから行くの？8月1から。え？何？え？何？え、行くんですか？マジで？すごいじゃん。1日だけ。あ、仕事？うん、遊び？娘。あ、超いいじゃん。もう子供生まれちゃうって行けないから。そうかそうか。え、いつですか？3、4。え、どこ？あれ後で話そうよ、ランチしながら。え、超かぶってる。そう、いや、すごい嬉しくなったんだけど。1から5までいる。そう、だから聞いたの。うちのママも紹介したいし。紹介しそう。なんか楽しくなりそうだ。楽しくなりそうだよ。そう、うん、
そう生まれちゃうといけないから、ね、もうちょっと行きたいねって言って急遽決まって、今探してるところまだ。うちも急遽決まって。うん、あのアメリカンビレッジチャタンの方にあるもんね、はいはいはい、うんうん、そういいですよあっち、ね、うん、探してみる、そうそう、チャタンずっとチャタンにいるんで、うん、そうで本当はね、うん、あのマホロバって岬、あの横須賀のね、うん、岬のところに5泊行くって言われて、うん、でえっ、ー、つって私途中で仕事そっから行けばいいじゃんっていうわけのわかんないうちのお母さん、はいはい、まあ、そういうマミーなんだけどそうアバウトのね、うんうん、でそこだったら、うん、うちの上の息子も来るって言ってて、うん、一泊だけ、ね、一泊だけ、うん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 、そうそうそう、だけど、うん、同じ値段だったの。その5泊そこにね、うん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 、するのと、うん、沖縄のエアチケットも全部入れてと同じぐらいだったの。そう、沖縄行きたくなるんですね。そう、だから沖縄に変えた、うん、すごい嬉しいんだけど、ちょっとすごい楽しそうやばい、そうちょっと後で話そう。そうだね私部屋一人だからさ、いや身内話は後で話そう。そうだね。すごいね、だからそのカードとかポイントをね、うん、皆さんちょっと教えてください、分かる方。そうなんですよ、ぜひ出演していただいて、うん、みんな知りたいよ、知りたいよね、うんうん、なんかすごいあのねちょっとハイレベルなカードを使いこなしてるぜっていう人聞きたい、うん、あのそういうのも聞きたい、ぜひ、うん、はい、絶対そうだよ、知り合いいないですか、誰かいそうだよね、うん、社長の知り合いとかね、あいそう、いそうだよね、確かにいそういそう、ね、社長の知り合いとか、うんうん、なんか上手にね作ってる人、ね、うん、教えてください。そう無駄にね、うん、持ってても会費が高いだけだから大変だよね。そうそうなんです、使いこなさないと、そう何のステータスもないみたいな、使ってないから一応持ってるよぐらいだよね。そうそうそう、うん、もったいないもったいない、もったいないよね、使いましょう。ゆかちゃん、なんか告知ありますか？告知はですね、うん、はい、あのミセスオブザイヤーの神奈川大会でまだエントリーを募集してるっていうことは言いたいかなって思ってました、うん、ね、うん、はい、なので、はい、まだまだあの神奈川と山口は、はい、まだまだ募集してるので、そうですね、はい、はい、まだ間に合うので、はい、ね、チャレンジしてみてください。はい、うん、確かに。で来週のゲストが、はい、さっきも言ったミニツボの、はい、来週だっけ、来週20、ん、来週、そう、23かな、はい、来週はそうです、うん、はい、あのブライダル耳つぼジュエリーの、うん、協会の会長さんで後藤めぐみさんがゲストにいらっしゃいます、うん、来週はノリネーはお休みで、うん、お休みなの、あの山口大会に行って、うんうん、初のビューティーキャンプをやってくるので、うん、また撮影してくるから、うん、で私もあの同じ基準の14センチヒール、うん、履くの、履くの、あの買ったのですごいのですごい、あれを履いて、うん、ちょっとウォーキング、ウォーキングをちょっとポージングと、ポージングと、はい、やって、ポージングと、はい、ウォーキングをやるのね、すごい。で動画撮ってくる、うん、ぜひぜひ。そしたら30日にあれして、うん、で30日ね、うん、あのプロレス、プロレスあの初めてここでプロレスの番組の方多いので、うんうん、本当に見に行きたかったんですよ。そう言ってたのね、本当に行きたい、うん、あのメンズの方ね、うんうんうん、そう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 、それもあの30日に、はい、社長、社長連れてってくれんかな、ね、行きたいな。そうなんですそう、ちょっとそれが楽しみで、楽しみだよね、なんか特例のね、やつだよね、ね、言ってた、うんうん、なんで水着で来いって言ってたね。そう水着で行こうかな、行く中に着ようかな、仕込んで、仕込んでね、うん、楽しそう。はい、なのでちょっとなんかそういうのもね、うん、あの撮影したいね、ね、うん、あの流してよければ。そうだから夏は結構いろんなイベントがあるので、うん、みんなまた楽しみにしててくださいね、うん、はい、うん、ですね、わーって楽しく、そうね、行きたいね、うん、本当に。ちょっと今日また私服だったんで、はい、そう、あのいつもは白衣を着て、はい、あのこうね、ちゃんとしてるんですけど、あのちゃんとしてるんですよ、熟女の熟女のこう熟した感じのね、白衣の感じで、あの谷間のラインがいいなっていう、あのマニアがいるんですよ。いるんだよね。それでなんだ今日私服かよっていう、うん、そうね、すいません。でもそれもまた、あ、普段こんなお姉さんたちこんな感じなんだっていうね、うん、イメージがね、そうそう、イメージができていいんじゃないかなと思います。はい、なのでちょっとじゃあ来週は私はお休みで、はい、その次の時がまた一緒にっていうので、はい、はいですね、ちょっと寂しいけどね。そうそう、うん、そうなんですよ。でも山口さん、なのでミセスオブザイヤーね、まだまだ募集してるので、みんなエントリーお待ちしてます。
そう、じゃあこんな感じで、ね、あのラティーノさんで盛り上がって熱いまま終わるっていう、うん、そうね、早い時間に終わるみたいなね、いい感じで、はい、じゃあ終わりにしますですね。はい、じゃあゆかねえ、のりねえのなんでもフライデー、また来週、のりちゃん来週いないけど。